親子で始める低山俳句、たった20分で絶景、立原湿原で身軽に九十散歩の紹介です。九十とはですね、まあ九十連山の一応略称として使われることもあって、さらにですね、まあ九重山と書いて九十山、久しいに住む山と書いて九十山という、まあ、単独の山を指すこともあります。まあややこしいですね。駐車場についてです。駐車場は長者丸ビジターセンターの前がまあおすすめですが、やっぱりあのシーズンの時はですね、もう登山客の方でこちらいっぱいになりますので、道を挟んだ向かい側のですね、まあ、レストラン山並みの周りの駐車場にも止めれます。はい。長者丸ビジターセンターについてです。長者丸ビジターセンターには、まあ、登山客向けの地図もありますし、まあ、今回あの紹介する立原湿原のですね、あの地図もあります。それ以外にも、綺麗なトイレやですね、キッズコーナー、まあ、絵本なんかもあったりするんで、まあ、親子連れにはおすすめですね。立原湿原の散策についてちょっと紹介します。モデルコースがですね3つ用意されてまして、まず、絶景コースが20分ですね。で一周満喫コースが40分、草原もりもりコースがなんと80分です。特にですね登山用の装備が必要ないので、まあ身軽にですね、まあ、九十の絶景が満喫できます。おすすめは、絶景コースプラス、展望台か、一周満喫コースです。このですね展望台がですね、まあ、テーブルとベンチもあってちょっとまったりできるんですよね。最後はちょっとソフトクリームです。まあ立原湿原のですね散策が終わった最後は、レストラン山並みのですね、1階にある、カフェキスミレでソフトクリームを満喫しました。ソフトクリームと、コーヒーは最高でした。今回のこの長者丸のですね立原湿原のまあ身軽な九十散歩、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。